どうも。クロスが武器って言われてた選手のクロスが武器じゃなくなってる時あるよね。で、話見てよ、ザフトボールでーす。ね、アスピリクエタとか、酒井宏樹とかね、まあ、日によっては調子いい時あるんですけれども、なんか昔もってよかったよな、みたいなね。まあ、守備の方に大体すごい頑張ってる選手って徐々にそうなっていく傾向がありまして、一日の練習時間がね、限られてるっていうのも理由なのかなとか、そういう風に思います。というわけで始まりました、トークザフトボールじゃなくて、今日はがっつり解説なんですが、その前にですね、皆様にご報告があります。気づいてですね、直接リプライだったりコメントくださった皆様もいますが、チャンネル登録者、ついにレオザフットボール TV 10万人突破しました。おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで、ね、あんまりね、数で喜ぶタイプじゃないっていうか、ね、一個一個のね、動画の内容とかね、そういうね、ことを褒めてもらった方が嬉しいタイプなんですけれども、今回はですね、10万人っていう一つのね、まあ、YouTube からは銀の盾を送られるとかいうね、そういった区切りになりますので、そういったね、節目のところをですね、まあ、ずっと応援してくださってた皆さんが、まあ、喜んでくれてるのが嬉しいって感じなんで、今後もね、こういうふうに一緒にね、喜べる機会増やしたいと思います。まあ、数を目標にするとね、僕よりすごい人なんてほんと5万といますので、なんでそういったところはですね、数増やすためにって言ってね、スタンスをぶれることなくですね、自分だけがですね、まあ、お伝えできる、まあ、サッカーの面白い見方だったり、角度だったりとか、戦術の分析とか、まあ、今リアルな現場に行ってやってる分析官プロジェクトとかね、いろいろありますんで、そういったところ一つ一つですね、自分なりにではありますけれども、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。おちんちん。というわけで、今回のですね、動画はですね、エリクセンのがっつり解説ということで、エリクセン、インテル移籍が決まりました。スカイイタリアによりますと、移籍金は2000万ユーロ、約25億円、メディアによっては24億円というふうになってますけれども、契約期間は2024年の6月30日までの4年半ということになります。スパーズでの、公式戦通算305試合に出場しまして、69得点89アシストというですね、まあ素晴らしい数字を残していますね。でですね、背番号はこのようにですね、24番になったんですけど、コービー・ブライアントとはですね、無関係なようでして、スパーズ時代のですね、23番から一つステップアップするという意味でですね、この番号を選んだそうです。ちなみにですね、インテルでは、今後ね、ライバルになるインサイドハーフのですね、バレラがつけている番号ですので、まあそういったところでですね、まあ、奪うわけにもいかないっていう、まあ、そういった状況だったと思います。というわけで、今回ですね、市場価値がですね、トランスファーマーケットでは9000万ユーロ、112億5000万円と言われているエリクセン、まあ、安く獲得できた理由は、ご存知の方多いと思いますけど、夏に契約が切れますので、フリートランスファーで出すよりはですね、この移籍金を、きちんとね、もらった方がいいっていうところで、まあ、選手本人のですね、冬には出たいっていうですね、そういった意向もありまして、決まった形です。エリクセンのですね、そういったプレー解説をする前にですね、このですね、移籍をめぐる駆け引きの話しましょう。まずこの人、ダニエル・レビー会長、スパーズの会長ですね。この人がですね、移籍金2000万ユーロをですね、受け取る上にですね、この転売金、スパーズからですね、インテルに転売した際ですね、まあこれがですね、アヤックスとの契約の時にあったそうで、アヤックスにですね、次のクラブに売るときは 5% ですね、その移籍金の売り上げをですね、支払うっていうのがあったそうなんです。なんで今回で言いますと、1億2500万円だそうなんですけれども、これをですね、インテルに肩代わりさせたそうなんですね。で、なおかつ、インテルとスパーズがですね、こう、興行試合をやるとき、まあ夏にプレシーズンマッチとかよくやってるじゃないですか。そういった時の収益、スパーズ側に入るようにしたそうです。なんでですね、まあインテルとしては、もう取りたいってなってる時にあれもこれもって付けられた形かもしれませんけれども、ただでは転ばないレビー会長っていう感じがしますし、このね、エリクセンをですね、まあ売ったことによってですね、じゃあその、後継者的なポジションっていうところで、ロジェルソンの完全移籍も決まっていますので、今後ですね、まあそのチームの中心選手がモチベーション下がった状態だったスパーズがですね、どのように生まれ変わっていくか、期待して見ていきましょう。そしてですね、インテルの方なんですけど、インテルのこのチャン会長ですね、この人がまあやり手だっていう話なんですけれども、今回ですね、スパーズから、インテルが2000万ユーロでエリクセン取りました。じゃあそのお金どうするのってところなんですけど、きちんとですね、まずポリターの、3-1-4-2のシステムで、このポジションがなかったような、まあそういった選手をですね、ナポリに売りました。ナポリの場合は今ガッドゥーゾになって、4-1-2-3のシステムに戻っていまして、まあ右にはですね、この右から入ってくるあのカジェホンですね。そのカジェホンがいたり、ロサーノもね、できたりするんですけども、ここにね、ポリターノが入ることによってですね、まあ左利きの、カットイン型の選手で、セリアでですね、きちんと活躍したっていう実績がある選手を取ってきたっていうのも、このね、インテルにとってもナポリにとってもウィンウィンの関係かなと思いますし、またですね、ガビゴール、まあね、ブラジルからですね、鳴り物入りで、インテルに来ましたけれども、このね、なかなか結果を出せず、ベフィカ行ったりとかフラメンゴ行ったりしてましたけど、そのね、フラメンゴで今大活躍しているガビゴール
がですね、1400万ポンドの移籍金でですね、フラメンゴに買い取られることになりました。なんでこれによってですね、エリクセンのですね、獲得資金っていうのは、捻出してるっていうような、そういった考え方もできますし、今後ね、ベシーヌ売ったりとかですね、まだまだ動きがありそうですので、そういったね、インテルのきちんとね、移籍市場で売るのが難しいっていうふうに言われてますけど、そのね、売る方もきちんとこなして、エリクセンのですね、まあ、お金を用意したっていうか、エリクセンを取ってですね、FFP 大丈夫とか心配されない状況にね、なるような、まあそういったですね、手を打っているところも素晴らしいと思って、今回紹介してあります。でですね、経歴なんですけれども、エリクセンの経歴、こんな感じでして、まだ27歳なんですね。アヤックス在籍時代ですね、エールディビジョンの3連覇に貢献しています。これですね、アヤックスで、ユースから上がってきまして、そこからね、次のシーズン本格化して、こう1シーズン15アシスト、そして次のシーズン13アシストを記録しまして、スパーズに行ったと。で、スパーズに行った時のですね、移籍金が1350万ユーロ、17億6000万円なんですね。なんでそういったところを考えると、ね、スパーズですね、エリクセンにたくさん試合で貢献してもらった挙句、移籍金も取ってきた時よりもですね、高い値段で売ってるっていうふうに考えますと、まあこれはこれでですね、この契約が夏に切れるってことを考えると、うまく商売したんだなというふうに、そういうふうにも考えられます。で、代表での活躍、2010年のワールドカップの時にですね、デンマーク代表と日本が戦った時に出ているそうなんですけど、その時僕この仕事してなくて、ね、サッカーに関してもそんなにね、ぐーって見てたわけではありませんので、よかったらその時のエリクセンプレー見てる方ですね、スカーティングサイト もうそこまで遡ると残ってないので、ぜひともコメント欄の方にお書きいただけたら嬉しいです。そして、ここからプレースタイルの話しましょう。エリクセンのプレースタイルですね、まず、精度の高い両足のキックですね。まあ、右足でフリーキック決めたり、ミドルシュート決めたり、素晴らしいクロスを上げるシーンもありますけれども、左足でも上げることができますので、相手にとってはですね、的を絞りにくい状況。ね、速攻の時とかもね、エリクセンがですね、ボールを運んでるシーンあるんですけど、大体利き足の方にボールを置いた時にですね、そこから、このね、ショートパスとかスルーパスを出すタイミングっていうのは、ディフェンダー見極めてやるんですけれども、エリクセンの場合、あ、そこ左足の方で出すんだ、みたいなですね、そういったタイミングで出すことによってですね、このディフェンダーがですね、対応しきれないっていう、まあそういった現象よく起きていますので、この両足を使えるっていうのはすごい武器になっていると思います。で、また献身性ですね。これ普通に守備で走って攻撃で走ってっていうだけじゃなく、走り方もすごく頭がいいですね。特にですね、僕スパーズの試合見てて思うのは、エリクセンの場合この後説明しますけれども、こうビルドアップの時にですね、ディフェンスラインからボールを引き出すみたいな感じで、基本的に2列目の選手なんですけれども、降りていってボール引き出す動きするんで、なんでその分ですね、前線にまあスペースが空いてしまうっていうか、自分がいないじゃないですか。ただエリクセンに、ね、ボールは渡したくないので、相手からしてもですね、そこに厳しいマークついてくると、味方としてもエリクセンを飛ばしたロングパス、こうね、エリクセンの頭上をですね、超えるようなパス、送りますよね。その時にすぐにですね、バーっとそのね、元いたポジションに戻るっていうか、2列目までまた駆け上がって、そのね、味方が競り合ったこぼれだったりですとか、落としのボールをもらって2列目からまたチャンスを作る、そのね、大きなレイオフみたいな、そういったですね、現象をまあ起こさせるような、そういったね、頭のいい走り。ただね、一生懸命走るだけじゃなくて、あ、ここでロングボール出たから、ここださえスプリントしとけば、相手より有利な状況で、言っちゃえば1人抜いた状況でボールもらえるみたいな、そういったですね、賢い走り方をたくさんできる選手ですので、その辺もエリクセンがですね、素晴らしい理由の一つです。でですね、エリクセンのそのね、オフザボールの動き、そこはこのボードで説明させていただこうと思います。青がスパーズだと思ってください。エリクセンですね、スパーズでは主に右サイド、担当していました。モーリーニョの年にはですね、モーリーニョが就任した後はこうボランチとかね、レジスタ的な役割多かったですけど、それはおそらくですね、こういった、まあ、契約期間短くて延長もしていないという状況でですね、エリクセン中心のチーム作りをしていても途中から解体せざるを得なくなりますので、っていう風になると、まあ、途中からですね、流れを変えるスーパーサブ的な、まあ、そういった使い方にならざるを得なかったのも大きいと思います。あとはモーリーニョの哲学ですね、ルーカス・モーラとかですね、まあ、ソン・フンミンだったりとかですね、そういった、まあ、アップダウンできるサイドアタッカーで、ここで突破できる選手をサイドに使いたいっていうのも大きいのかなと思いますけれども、まあ、スパーズの、ポチェッティの時代の話を今回したいと思います。4231の2列目のどこかで一番多かったのはこの右サイド。なんで分かりやすくね、エリクセンのところだけこうシールが貼ってない状態にしてあります。この時にですね、センターバックからボールを引き出す時に、このね、ライン間、ミッドフィルダーのラインと、今回4123してますけど、このディフェンスラインのですね、間のスペース。まあ、今回はアンカーシステムに相手になってますので、アンカー脇のポジション。ここでですね、動き回って、的確な位置でボールをですね、受けて次のチャンスを作り出すみたいな、そういったプレーをします。でですね、こういったポジションをですね、きちんと締められてしまっているときは、このですね、まあ、手前に行ってボールを受けたりですとか、またですね、ケインの動きに合わせて相手が釣られたところに、エリクセンが走っていってボールを受けるといった動きもします。また、トップ下にですね、エリクセンが入るときなんかはですね、こうサイドの選手が高い位置を取ってサイドバックが開いてっていうときにですね、エリクセン中央にいても、ボールを受けられませんので、こういったところでサイドに流れてきて、このサイドのね、こう浮いたスペース、
がサイドフローなんてこの間ね生配信で言うようにしましたけど、このサイドフローの動きでですねボールを引き出してっていう、まあそういったシーンもありますので、エリクセンがいかにですねどのスペースでボールを受ければいいかっていうのを常に考えてるかっていうのがすごいわかる動きだと思います。でエリクセンのボールを受ける前の素晴らしいですね、まあ一つのスキルとしては首振りですね。きちんと首を振って今どのスペースでボールを受ければいいかっていうのを常に考えているような、そういったですね首の振り方をしていますし、ボールをですねまあ受けれる場所に移動した後も相手の寄せね、どっちの方向から寄せてくるのか、それによってどのスペースが空くのかっていうのも常に考えているような、そういったですねボールを受けた後のワンタッチのパスだったりツータッチ目でのですね相手の急所をつくパスっていうのがありますので、このねボールが動いて自分が動いてっていうそのね移動中にもですねきちんと頭をフル回転させているような、そういった選手なのでね、今回のですねサムネの、タイトルしました最適解の体現者、最適解を常に探してそれを体現する男っていうところでですね、今回のエリクセンっていうのはまあおすすめしたいなと思って今回のがっつり解説作った次第です。なんでこういったことをできる選手だからこそこうスパーズのね、かなりこうフィジカル寄りな選手が多い中でですね、そのなんていうんですかこうスパーズっていうこう猛獣たちの中の団長役みたいな感じなんで、こうポチェッティーノはですねやっぱりこのねエリクセンがすごすぎるあまり、サッカー IQ がすごくてキック精度もすごいっていうそんな選手だからボールが集まりすぎるあまりですね、エリクセンがいない時の形を作れなかった、それはねもうこのエリクセンの能力が高すぎるゆえの弊害だったのかなっていうふうに、僕は思いますね。なんでこういったね頭のいい動きでですね常に味方を助けて裏にも走れるっていうところでですね、マドリー・バルサこの2チームを狙っていたっていう、まあ、そういった時期がありました。現にエリクセン自体もですねバルサとマドリーだったら話を聞くっていうようなそういったねコメントをしている時もありまして、この辺でねある種目配せ的なですねそういったラブコールをしていたっていう可能性もあります。まあ、スパーズもですね他のクラブに比べると、こうお金を出せないっていうところがありましたので、エリクセンとしてもですね自分の活躍に、まあ、他の選手と比べると見合ってないっていうところがですね、まあかなり不満が溜まっていた状況じゃないかなと思います。特にマドリーなんか、シーズン始まる前、今はですねバルベルデっていうですね中盤の非常にねフィジカルが強いストライドが長いですねこう何でも屋さんみたいなですねミッドフィルダーが出てきてるんですけども、その前はポグバに固執した、このジダンがですねエリクセンの獲得を見送ったって話があります。ただエリクセンを取っていた場合にはですねもしかしたら今のねベンゼマだったりワントップの周りのスペースにですね飛び込む選手がいない問題とかそういったところを解決していたかもしれません。でバルサの場合はですね右サイドバックあまりクロスの精度がいい選手いませんね。セルジュロベルトとかは非常にですねそこダイナミックに動いてくれますけど、ラストパスの精度のところでちょっと難しいところがありますし、攻めどもポジションが低すぎるってなるとインサイドハーフから右のサイドに流れてっていう幅を取る選手が必要なんですけど、それもねそういった適役の選手がいませんので、ビダルでですねごまかしながらやってる感じでして、メッシはその右の深い位置を取らないってなると右の深い位置を取ってそこで武器になるですねパスを出せる選手が必要っていうところなんですけど、エリクセンには手を出さなかったっていうところで、この辺なんかねまあコーチーニョ出した後グリーズマンそのままのポジションで使ってたりとかですね、バルサの最近の戦略性のない大型補強の多さっていうのをですねちょっと示しているかなっていうふうにも思いました。そして今回ですねそんなエリクセンがまあコンテのインテルに入る、このコンテのインテルってところがですね僕ドラマ性があってすごくグッときたっていうところがありまして、どういうところかと言いますと、コンテチェルシーとですねこの、ポチェッティーノのスパーズが戦った時、この時エリクセンがですね超大きな仕事をしていました。当時ですねコンテチェルシー3バック導入して13連勝していた時なんですけど、それを止めたのが、ポチェッティーノ率いるスパーズ、そこの中心人物がエリクセンだったんですね。その時どういった働きをしていたか、当時のですねフォーメーション図をご覧ください。はい、当時のですね自分の、動画の画像をねスクリーンショットで引用していますのでね、顔とか若いですけどなんかねこうアンデス山脈のネズミのビスカッチャ感がありますけれども、このですね時エリクセンね A2 個アシスト2個ついてますね、フースクワードの、そのフォーメーションズ使ってますので、この時にですねこの 3-4-3 コンテのチェルシーの 3-4-3 に対してスパーズもこの 3-4-3 を、採用しました。単純なミラーゲームっていうわけではなく、どこで優位性を作ったのか、それがですねこのウォーカーエリクセンのこのポイントなんですね。どういうことかって言いますと、マルコス・アロンソ1対1の対峙のところでまあ弱いって言い切っていい選手かわからないんですけども、ウォーカーに対してはだいぶ分が悪い選手でした。特にアップダウンのところとか、1対1のフィジカルバトルだったりとか、そういったところでかなりですねこのマルコス・アロンソサイド押されているウォーカーに押し込まれる状況が続いてたんですね。でこの時のも、まあ、ウォーカー、今もシティですごいですけれども、まあ、ウィングバックとしてですねかなりアップダウンする、そういったね役割をしていまして、ウォーカーでアロンソをかなりですね、このピッチの奥に押し込むんですね。でこれ想像してほしいのは、左のウィングバックのマルコス・アロンソが、右のウィングバックのウォーカーに押し込まれるっていう風になりますと、このアザールが守備に参加しない場合ですね、空いてくるのはどっか、ウォーカーの後ろですね。
ってなるとそこに現れるのは誰ですか。せーの、エリクセンというわけで、そうなんです、エリクセンがですね、ウォーカーでマルコス・アロンソを押し込んだ右サイドに現れて、そこからのクロスで、左から飛び込んだデリアリ、特にアスピリクエタ、右のセンターバックのアスピリクエタ、対人とか守備の IQ 高いですけれども、単純な空中戦は強くありませんので、そこにケインでスペース作る大外でですね、アスピリクエタがデリアリとですね、空中戦の1対1になるっていうのになると、エリクセンの素晴らしいクロスが入った場合にはここでジエンドっていう形になりまして、なんでね、この試合前にポチェッティーノがですね、このチェルシーの攻略を考えてるって言って、選手たちもすごい自信のあるコメントを残していたんで、あー、これを考えていたのかと。で、この戦術ができたのはウォーカーで押し込んだですね、そのスペースから超高精度のボールを送ることができる選手エリクセンがいたからというわけで、このエリクセンがですね、その、自分がですね、まあ倒した相手の、まあコンテのチームに、ね、イタリアですけれども、コンテのインテルに入るっていうところはすごいドラマ性があるなという風に思いまして、このコンテのインテルに入ることに対してエリクセンこうコメントしています。トッテナムにいた頃からコンテのことは知っていた。俺たちは彼のチェルシーと戦ったが本当に厳しいチームだった。彼のことを、彼のサッカーがどういったものかをもっとよく知れることに興奮しているよというわけで、もっとよく知れるっていうところにですね、一回こう素人努力した、つまりこの試合のですね、こう、なんですかね、足跡がですね、見え隠れするのがちょっと面白いなと思って紹介しました。で、ここまでエリクセンベタ褒めしましたけれども、弱点あります。まあ弱点の一つとしては、まあね、あのスパーズ時代の最後の方、やっぱりね、こういった、この移籍しようしようとしていた状態で、クラブとの関係もまあ悪化してないとは言えないと思いますので、そういったところでモチベーションが落ちていた、なんでプレー精度が全体的にですね低くなっていましたので、これがモチベーションが高まってまた戻るのか、おそらく戻ると思いますけれども、そういったね、ちょっとあのエリクセンらしくないプレーみたいなのもスパーズ時代の後半目立っていましたので、そのあたりが改善されるかどうかというのが一つのポイントです。そしてもう一つがですね、ブロックを作った時の、この中盤のですね、中央を任される時の守備、特にですね、この 5-4-1 みたいな、形の守備の時にはですね、後ろにですね、3バックがいて自分の後ろを守ってくれますけれども、 4-4-2 とかですね、普通に4バックでダブルボランチをやらされる状況だと、単純なボディーコンタクトが強いっていうタイプの選手ではありませんので、そのですね、エリクセンの、周りのところから、やられてしまうっていうのは、十分あると思います。サイドからですね、中央が空いた時の守備のカバーとかは頭よく入ってくれるんですけど、ずっとね、その中央をですね、こう、重しとして守るみたいなですね、そういった役割は、あまり得意ではないように、思いますので、弱さが見えるような使い方は避けるべきだなというふうに思います。なので、そういったボディコンタクトが強みにならないところからですね、じゃあ、体をぶつけないためにはどうすればいいのかっていうので、まあ、さっき言ったように、首を振りながら必要なスペースに動いて、体をぶつけられる前に、このね、必要なところにボールを送ってっていうのを、まあできるようにですね、鍛錬を積み重ねてきたからこそ今のエリクセンがあるっていう感じなんで、なんかね、日本人がですね、真似するべき選手、特にね、必要な場所に動いて必要な場所にボールを出すっていうですね、一連の動きで、スーパーサブから出てきても活躍できるっていうところはですね、ちょっと日本でいう、まあ川崎の中村健吾感がありますので、デンマークの健吾エリクセンっていうのかね、日本のエリクセン中村健吾っていうのか分かりませんが、ぜひともね、 J リーグで、中村健吾嫌いな人っていうのは本当ね、いないと思いますので、まあそういった方にもぜひともね、この機会見ていただきたい選手です。というわけで最後はですね、インテルでどういった使われ方をするのか、インテルのフォーメーションこんな感じなんですね。まあ、試合によって結構入れ替わるところはあるんですけれどもね、ツインサイドハーフのライバルなのは、バレラだったり選手っていう選手だと思いまして、バレラがですね、右に流れた時のクロスとかそういったプレーが結構得意でして、ね、選手は最近まあ怪我明けから不調で、怪我前からもですね、いい選手なんですけれども、ただですね、あの守備の時に1対1で相手のですね、ドリブルが得意な選手に対してちょっと軽い守備の対応で抜かれてしまうみたいなシーンがありますので、僕は選手の方にエリクセン使う可能性が高いのかなと思ってます。ただですね、まあ選手バレラ、そしてですねバレーロ、ベシーノが移籍しますので、この辺でね、こうローテーションしつつとかね、ブロゾビッチのところにもしかしたら、選手かバレラを落としてアンカーにするみたいな、そういった可能性もあると思いますので、まあターンオーバーベースにですねエリクセンが入ってくることによってですね、このフォワードが抑えられた時の得点力不足とかも解消できるかなというふうに思っていますので、その辺もねエリクセンが入った後に楽しみなポイントです。といったわけでいかがだったでしょうかね。アレクス・サンチェスとか最近話題になってないですけども、インテルの方のね、あのカップ戦の、カリアリ戦の方をチェックしましたら、非常にね周りといい連携していましてね、数字は残せなかったんですけれども、ここでねエリクセン、サンチェス、ルカクっていうですね、まあそういったプレミア時代にですね、もしかしたらユナイテッドで見られていたかもしれないようなですね、トリデンテも見られるのかなというふうに思いますと、ワクワクしますので、ぜひともね、今インテルとユベントス勝ち点3差ですけれども、ここからですねインテルの覇権奪回の立役者にエリクセンきっとなってくれると思いますので、注目して見ていきましょう。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。そして10万人突破しましたが、これからも寄り添う頑張ります。レオゾルトボールでした。ボボイ。